大作品、ガニュメデスの略奪。美術史美術館所蔵。依頼主のフェデリコ二世、ゴンザーガ。キツアーノが1525年頃に制作した、肖像画。マドリード、プラド美術館所蔵。ユピテルとイオあるいは、イオは、ルネサンス期のイタリア、パルマ地方を中心に活躍した画家コレッジョが1531年から1532年に制作した絵画である。 主題はギリシア神話であり、オイディウスの変身物語一巻のユピテルとうの物語から取られている。マントバコ・フェデリコ二世、ゴンザーガの注文によって制作された作品で、レダと白鳥、ダナエ、ガニュメディスの略奪とともにユピテルの愛の物語をテーマとする神話が連作を構成している。この四作品は制作ごときをおかずして神聖ローマ。 皇帝カール5世に贈呈されるが、もともとは、パラッツォ・デルテのオイデュースの間を飾ることが目的だったと考えられている。死の数年前に制作され、画家の創造力と卓越した技術が融合した本作品は、官能性、私的情緒、バロックを先取りする表現によって、異様を描いた神話画におけるほとんど唯一の傑作であると同時に、画家の最高傑作とみなされている。 現在は大作品として制作されたガニュメデスの略奪ともにウィーンの美術史美術館に所蔵されている。主題はオイデウスの変身物語一巻で語られているゼウスの恋とイオの受難の物語である。カシンイナコスの娘イオはゼウスの誘惑を避けて逃げようとするがゼウスは黒雲で野原ごとイオを覆い隠し彼女の純潔を奪った。ところが ゼウスの妻ヘラは、不自然に野原を覆う黒雲を見逃さなかった。ヘラは、夫が黒雲の中で浮気をしているのではないかと考えて、黒雲を払いのけた。そこでゼウスは意を真っ白な目牛の姿に変えて、ヘラの目をごまかそうとしたが、ヘラはなおも怪しんで、目牛をゼウスから譲り受け、百目の巨人アルゴスに、監視させた。そのためゼウスはヘルメスに命じて、 アルゴスを退治させなければならなかった。しかし、巨人の死はヘラを怒らせただけでなく、彼女に夫の浮気を確信させた。ヘラは、アルゴスの目を拾って、お気に入りのトリクジャクの羽に飾った後、目牛に復讐の女神、エリニュスを差し向けた。エリニュスはイオを狂気と恐怖で追い立て、世界中を放浪させて苦しめた。その後、イオは最後にたどり着いたエジプトで許され、 人間の姿に戻ることができたという。別の文献では、イオはエジプトで、女神イシスとして崇拝されたと述べられている。ビーナスの2作品、キューピットの教育と、眠れるビーナスとキューピット、サチュロスの発注主と目される、ニコラ・マフェイは、ゴンザーガ家の人文主義サークルの一員であり、両作品の成功が、ユピテルの愛の神話が連作の注文をコレッジョに、 もたらしたと考えられている。フェデリコ2世イゴンザーガが連作を発注したのは、マントバ郊外に建設したパラッツォデルテのオイデュースの間を飾るためであり、また、ユピテルとイオーとガニュメデスの略奪が縦長の大作品として発注されたのは、オイデュースの間の窓の両側に設置するためだと推定されている。ただしジョルジョバザーリはこれらの絵画を、 カール5世に送るために描かせたと述べている。またこの連作の後、コレッジョはイザベラデステの書斎を飾る最後の作品として、タイとなる偶意が美徳の偶意と悪徳の偶意も受注している。コレッジョはゼウスが世を雲で覆い隠す瞬間を描いている。突如として現れた湧き立つような黒雲が今にも世を覆い隠そうとしている。雲の中に見えるゼウスの顔が イオにキスをしているほか、イオの体にかかった黒雲が手の形をしているように見える。イオが腰掛けている岩や背後の土クレれは白いシーツが敷かれ、古びた水亀が置かれている。画面下には一頭の鹿が描かれており、小川の水を飲むために身をかがめている。コレッチョは必ずしもオイデウスに忠実ではない。 オイディウスはゼウスがイオと関係を持つために野原を雲で覆ったと述べているが、本作品ではむしろ、ゼウス自身が黒雲に変身し、イオを抱擁しているように見える。対するイオも干渉者に対して、背を向けて座り、高骨とした表情を浮かべて、ゼウスに身を委ねようとしている。土くれに敷かれたシーツは、この場所が森の中に用意された密会場所であることを暗示しており、 むしろ二人のひそやかな王世を描いていると考えられる。小川の水を飲む鹿もまた、オーディウスに見出せない。中世において、水を飲む鹿は、神への渇望を意味している。これは、旧約聖書、四篇四十二章の一節に基づいており、イオの神話の形を借りて、神に近づこうとする、人々の渇望を象徴的に描いている。西洋美術において、イオを描いた。 神話画は、決して多いとは言えず、コレッチョ以前にこの主題を扱った絵画は知られていない。コレッチョ以降も、同様の場面を描いた例は少ない。その理由はゼウスが雲を発生させる、あるいは、ゼウス自身が雲に変じるという描写の表現が、困難であったことに原因があるとされている。コレッチョはこの問題を、レオナルド・ダ・ヴィンチが発案したスフマートを使うことで、解決している。 本作品のとりわけ卓越している点としては、土くれ、水亀の表現が指摘されており、コレッチョはキアロスクールを効果的に使用して、それらを描いている。アラグリマーニの背面ラフ像。ベネツィア国立高校博物館所像。ラファエラのフレスコが、クッピドとプシュケの婚礼の祝宴。ローマ、ヴィラ・ファルネジーナ。イオに見られるラフの背面像は、古代のレリーフに由来するもので、 ルネサンス以降しばしば用いられている。イメージの源泉としては、紀元前1世紀頃の法径財団アラグリマーニの背面ラフ像、サチュロスと妊婦が指摘されている。ベネツィア派の巨匠ティツヤノベチェッリオは早くも1510年頃に、田園の総額でこのモチーフを用いており、コレッジョはラファエロ・サンツィオのフレスコが、クピド・トプシュケの婚礼の祝宴に次いでこれを用いている。 その後、キツヤーノは再び、ビーナスとアドニスや、ディアナとカリストなどに対応している。ユピテルとヨを含む4作品は、フェデリコ2世ゴンザーガによって1532年に、カール5世に贈呈され、その後スペインに移った。1584年には彫刻家レオーネ・レオーニが、ダナエと共に本作品を所有している。1605年、ローマ皇帝ルドルフ世は、 彼の息子、ポンピオレ王ニから絵画を取得したが、それに先立って、フェリペ三世は、エウヘニオ・カシェスに、連作の複製を命じており、プラド美術館に、レダと白鳥とガニュメディスの略奪の複製が残されている。しかし、ルドルフ二世のコレクションは1648年の、プラハの戦いで、スウェーデン軍の略奪に遭い、多くの美術品と共に、レダと白鳥、ダナエ、 ユピテルとイオも運び去られた。しかし実際にはこの時運び去られたユピテルとイオは複製であり、ユピテルとイオのオリジナルとガニュメディスの略打図は共に難を逃れることができたと考えられている。その後、両作品はハプスブルク家のインベントリに記載された後、美術史美術館に収蔵された。一方、スウェーデン軍に運び去られたコレッジョの絵画は女王クリスティーナが 他の優れた絵画約50点と共に国外に持ち出し、ローマの宮殿パラッツォ、リアリオに展示した。クリスティーナの死後、彼女のコレクションは、複数の所有者を経て、オルレアンコレクションに加わった後、それぞれヨーロッパ各地に分散した。ユピテルとイオの複製は、ベルリンのカイザー・フリードリヒ美術館に所蔵されたことが知られているが、現在は、所在不明となっている。 ありがとうございます。